お疲れ様です。今回は映画ラストマイルネタバレあり超解説やっていきます。つい先日公開されたばかりのこの作品、この動画で私なりに解説してもっと楽しもうという動画になっております。ネタバレありの動画になっておりますのでお気をつけください。あとよければですね、年内チャンネル登録者20万人目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録と高評価とコメントお願いいたします。それでは早速参りましょう。じゃあまずは、今作の魅力だったところや感想をですね、簡単にお話しさせてください。もう前から期待してたんですけれども、それに応えつつ、予想してない面白さもあって引き込まれました。主人公のフナド・エレダは、予想していたよりもですね、非常にこう可愛らしい、天然っぽいキャラクターにもなっていて、例えが下手だったりとか、このポンチョみたいなのを着て、もぞもぞ着替えながら話してるシーンとかですね、結構見ながらキュンキュンとしてしまいました。ですが、そんな彼女も内面は、この仕事をやり遂げなければみたいな、プレッシャーとか焦燥感に焦っている、そういう二面性のある演技が、非常に魅力的でした。相棒である梨本光は、やっぱりもうスタイル抜群ですよね、岡田将生さん。かっこよくて、真面目に仕事にも挑むんですけれども、彼の視線っていうのはどちらかというと、観客と同じような目線になっていて、誰か怪しいんじゃないか、犯人は誰なのか、そして自分はどうするのか考えさせられるポジションになっていたと思います。映画見る前は、この、船戸エルナと梨本光がバディになってこのセンターのピンチを乗り越えるぜっていう話かと思いきや、実は船戸エレナにちょっと疑わしい部分があるぞと、こいつも犯人と関わってるんじゃないか、しかも映画単体作品ですからね、実は主人公が犯人になったってなってもおかしくないみたいなね、謎でグイグイ引っ張る展開っていうところは乃木さんのこう脚光の力が非常に光ったなと思います。もちろんそれを映像化して時にはダイナミックにね観客に伝える塚原監督の演出も大きかったと思いますし、今回はそのシェアードユニバースということでユニバース組も活躍してきて、しかも出てくる時はね馴染みの BGM がかかったりして嬉しかったファンの人も多いのではないでしょうか。クロスオーバー控えめに一本の作品として楽しめるように作られてありました。社会的な部分もありつつも、やっぱりこうハラハラドキドキするような展開もあって、最後は手に汗握りで、そして終わる時にはですね、こうそれぞれあれは何だったんだろうって考える余白のある、非常に見応えのある一本の映画作品に仕上がっていたなということで、単なるこうドラマの延長線上ではなかったところも非常に良かったかなと思います。こうシェアードユニバースで今回クロスオーバーして参加した組についてお話ししていきます。まずはこのアンナチュラル組ですね。かつてね、裏切ってしまった六郎くんなんですが、東央医科大学の研修医として活躍していました。1話で登場してきた大学らしいですね。架空のね、新型のウイルスが、実は院内感染していた病院。ドラマとのつながりを感じさせる演出があったと思います。あともう少しで UDI ラボに復帰できるっていう状態だったらしいですね。時系列的に、今回はラボの人間ではなく、研修医として、働いて、で、おそらくこの後復帰するっていう流れになるそうです。そして、今回ですね、バイク便で白井一馬っていう人物が出てきて覚えてらっしゃいますでしょうか。アンナチュラルの第7話ですね、もともといじめられてて助けてもらったんだけれども、今度はその助けた人が逆にいじめられてしまって、まあその敵討ちをするような事件が起きたんですが、その時に出てきた白井くん、あの時はこう僕だけが生きてていいのか、そういう罪悪感からね犯行に及んでいましたが、その時に中堂に許されるように生きろという言葉をもらいました。彼はあの時はこうネットに実名とか顔写真はもうすでにばらまかれている状態です。それでもバイク便のスタッフとしてね、一生懸命に働きながら往復していく姿っていうのは、彼のその後のやり直しとして描かれていたように思います。さらにこの映画の中では、この離れて辞めてしまった中堂と坂本が一緒に解剖しているシーンが見られたり、中堂班と三角誠の班が協力して、真相の糸口へとつながる解剖を行っていくというところも魅力的だったと思います。まあ、次にですね、MIU404 組。残念ながら今回九重くんは出ず、ファンとしてはですね、寂しい気持ちになったかもしれません。まあ、この辺はですね、としたら大人の事情かもしれませんね。今日初めて知ったんですけれども、もともと岡田健史さんという名前で活動されてたんですけれども、事務所をこう契約満了で辞めるまでに、まあ、結構いろいろあったらしくて、今その名前がですね、水上浩司さんっていう別の名前で活躍されてて、最近はねまた違う映画で主演されて、大ヒットしてましたけれども、この映画こうクロスオーバーものということで、こうスケジュールを決めるのがすごい大変だったらしいですね。この契約関係のいろいろとその撮影スケジュールの兼ね合いで、出られなかったのかなと思います。ただ今回その代わりといってはあれですけれども、あの勝俣くんが機捜隊に入っている姿が描かれております。もう陸上で活躍してた彼なので、もう息吹に負けじ劣らずのスピード感で初動操作でねきっと活躍していると思われます。彼はそのMIU404の3話の分岐点っていうところで虚偽通報事件を起こした主犯の一人でした。その後仮装で送られることとなるんですが、まあ、おそらくそんなに重い処分を受けずに
この機捜隊に入ることになったと思われます。あの分岐点の時に捕まらなかった成川くんは久住に出会い闇の世界に引き込まれ、警察に捕まったことで勝又くんは今の道を進むことになったと考えると、よりこう警察組織の意義のある演出になっていたと思います。そしてこの息吹のね、なんとなくのこの直感のキュルンっていうのをこう桔梗さんに進言して、でその足りない部分を分析して言語化するクールだね島のあの2人の連携っていうところが、ドラマを通したその成長した2人の姿が見られてよかったと思います。今回はね、意外とその刈谷刑事と毛利刑事、この2人がねすごく登場時間多かったですよね。刈谷さんのはこの警視庁の刑事で、毛利さんは所轄の刑事、ね、お二人ともこう名脇役ですし、意外な組み合わせに感じましたが、結構ね面白かったかなと思います。今回は控えめながらもね、しっかりとこう要所要所で彼らのその後の姿が描かれているというところは印象的でした。はい、ではここからですね、本題ですね。一番今作を通してこう考えさせられる部分、 2.7 メートル毎秒矢印ゼロ、なぜ山崎匠はこれを書いたのか、なぜそれをセンター長たちは伝えていったのか、それが最終的に何を教えてくれたのか、まあ、この辺はですね、もちろん答えありません。人それぞれの解釈で考えていく部分だとは思うんですけれども、自分なりにですね、いろいろとこう調べて、でできるだけも納得した解釈でお話ししていきたいと思います。本作では何が悪いかっていうよりはですね、多角的な問題を含まれて作られていると私は思いました。この山崎匠が書いた時のその心境ですよね。一番最初に書いた時の心境、働いている口にブラックフライデーが怖いという精神状態になっていました。重責ですよね。プレッシャーによるこの精神の疲弊が見受けられたとも思います。もうその表情とかも非常に疲れ切った顔をしていました。いろいろとこう調べた資料とかは概要欄に載せておきますね。その企業理念と現場に対するこの権利譲渡、そこに日本人のこの勤勉すぎるところとか、真面目すぎるところ、あとはその周りの人への気遣い、分かっていても抜け出せない自己洗脳のような状態だったのではないでしょうか。今回デイリーファスト社に掲げられた12のスローガン、大胆に進め、限界は自分で決める、自らの責任で行動を、全てはお客様のために、なんか一個一個聞くと聞こえはいいんですけれども、なんか連なるとちょっと怖いですよね。スローガンってのはどこの会社にもありますし、それ自体が別に悪いものではないと思います。こうすることでその企業理念がこのいろんな末端の社員にも浸透していきますし、社員自らがその行動するときとか対応するときに一貫性が出てきますよね。こういうのを掲げることで対外的なこういう理念がありますよってメッセージもなりますし、なんとなく働くよりはやる気が出てくるような気もしていきます。で生産業とか物流とかそういう工場とかではですね、その現場判断させるためにこのトップが決めるよりはその現場の人にこう権利譲渡するっていうですね、仕組みというか働き方もあります。これをこうボトムアップエンパワーメントと言ったりもするらしいんですが、現場を知らない人よりもその状況を知ってる人が判断していく、まあ働きやすいとも取れますが、ここにやっぱりどうしてもこの上層部からの目線とかノルマとか加わってきますよね。常にそのスローガンに沿って行動し、現場責任者として成功すれば自分の成果に直結するわけです。梨本浩も言ってましたよね。前の会社は日本の悪いところが詰まったような会社だったと、働き方にもこう気に入ってると言っていました。ですがこれはやっぱり繁忙期になってしまうと、もうそのスローガンに沿って一日中そのことを考えながら家に帰ったって、いや本当に休めているか分かりませんよね。それが年に1回毎年訪れます。映画の中ではね、こうブラックフライデーだけはピックアップされてましたが、年末もありますしクリスマスもありますよね。本来であれば現場に権利を渡して判断を委ねるところを、その強固なスローガンがですね掲げられることによって、効率のいい思考の自動化、ある意味この洗脳状態に陥ってしまうのではと思います。山崎タスクは精神的限界が来て、お前やめればいいじゃんとかね、きっとやめたかったと思います。ですがこの 2.7 メートル毎秒矢印ゼロ、そして70キロというメッセージを残し、この本来ベルトコンベアが止まるはずの耐荷重を書いて、なぜ彼は飛び降りてしまったのか、結婚も考えた恋人もいるのに、ここにはおそらく男性の悩みみたいな部分があったのかなと思います。このなかなか弱みを自分の恋人とか周りの人に打ち明けられない、結婚を間近に控えているからこそ辞められなかったりとか、大企業ですよね、この収入がなくなってしまうとか、あとはこのステータス、途中で退社して次の職業はどうしようといった状況の中で抜け出せなくなってしまう、辞められなくなってしまう、こういう時に先輩や同期などの仲間に話を聞いてもらうというのが効果的らしいんですけれども、作品の中にもありましたよね。これだけ大きな物流センターですが、社員数は少なく、ほとんどはこう非正規、その時に集まれたこのアルバイトとかパートの人たち、
彼は非常に真面目な人物だったところが、まあ、想定されます。だからこそその状況を打破するためにもうどうしようもなく自ら落ちて物理的に止める、そこまでやればこのベルトコンベア、そして企業は止まるのではとも考えたのではないでしょうか。でもそれは従順で勤勉で成果を上げたい自分と同じようなまた別の人に溶かされて再稼働されてしまうわけなんですね。本来であれば山崎拓介と五十嵐道元っていうのは船戸エレナと梨本浩の同じように、お互いに連携しなければいけない同士だったんですが、彼らはそうはなりませんでした。彼はなぜ一時的に意識が戻った時に誓約書にサインをしてしまったのか、バカなことをしたっていうふうにも言ってましたが、実は労働によって亡くなられた人のこの遺書にはですね、謝罪の言葉が書かれていることが多いらしいんですね。これも一部引用なんですが、もう何もやる気のない状況です、会社の人々には大変な心配迷惑をかけますとか、すいません、何も感じない人だったらこんなことはしなかったと思いますとか、自分が情けないとか自分がダメだっていう風な、そういう精神状態に陥ってしまうらしいです。本来であれば止まるはずの耐荷重はもうすでに仕組みとか流れで自動化されている、もう一人の力、末端の力では止めることはできない、それぐらいのフェーズというか社会的な流れに入っているのかもしれません。事件が起きる前に急行するこの先端の組織のミュウと、亡くなられた人の原因不明の人たちを解剖究明する末端の組織の UDI、 末端の組織をこれまで描いてきましたが、もはやそれでは止まらない状態に来ているのかもしれません。最初の数式を見た時におそらくね、梨本浩も含め誰もは最初はキョトンとしたのではないでしょうか。結構ね、いい会社でしょ、おそらく給料もいいでしょう、自動化されていて、まあ、非常にスムーズに働けると。でもこれが何年か働いていくうちに、ブラックフライデーが来るうちにその意味が分かってくる、この数式はある意味この自動化に乗っていくと死が待ち構えているぞという意味が分かると、本当に怖い危険なメッセージなのかもしれません。だからこそそうやって数年おきに辞めていく担当者たちにどんどんと語り継がれていったのではないでしょうか。この流れを一人の力で止めようとした山崎は、でもそれじゃあ結局ダメだったことになってしまいます。ただある意味ですね、同じ境遇に遭う人は、あ、ここにいてはダメなんだということで、やめていき、それ以上の犠牲者を止めてきたとも取れると思います。この自動化された流れを一人で止めることはできないということが、今回本当に辞めさせるヒントにもなったと思います。ようやく手にした飲食、システム化された牢獄とも捉えられたと思います。最初は非常にクリーンで効率化された現場にも思いましたが、船戸エレナたちのこのメインのパートっていうのはですね、非常にこのあまり窓がないというか、空が映らないというか、外から断絶された空間のように見えました。今回の山崎タスクの出来事を知った後、船戸エレナは自らこう外に飛び出して人と会いに行きます。この瞬間って結構こう外が見えて空が見えて開放感あるように観客としても感じたのではないでしょうか。仕組み化されたその壁を越えて直接人同士がつながれば、思い切ってそれを止めることができるのかもしれません。この映画を見てる時に、最初からどこで爆発するか分かんない、人の命がかかってるのに止めてればいいじゃんって思ったのかもしれませんが、本当に自分たちの会社だけなのか不明な中で、12個の爆弾の予告を見ても、自分が大企業のマネージャー的なポジションに就いた時、なんとか損害を減らしたい、そういうバイアスがかかるっていうのは、同じ状況になった時、自分たちがそういうことをしないとは言い切れないのではないでしょうか。一つの企業批判ね、某大きな EC ショッピングモールのことをですね、叩いてるようにも聞こえるかもしれませんが、映画のパンフレットでも乃木明子さんがおっしゃってました。この映画は巨悪を描いていませんと。この 2.7m/s、これはベルトコンベアのスピードだけのようにも思うかもしれませんが、言い換えるならばこの社会の自動化の速度というか流れとも捉えられるのではないでしょうか。それを止めるには一人の力では足りませんし、もっと大きな力が必要になってくる。それは今回出てきたブルーパス労働者の人たちではもう止めることはできず、もうホワイトパスの人たちが自ら率先して動き出すとか、あとは社会的な認知とか広まっていくことも必要なのではないでしょうか。今回出てきたこの企業がこの仕組みを作って労働者を洗脳した巨悪のようにも見えるかもしれませんが、ある意味企業はこの顧客の要望とか要求に応えて迅速に物流を配送、クレームが来たらもう即座に応えて問題解決に至っていく。今作は真犯人や黒幕がですね、最後まで特定されないんですね。船戸エレナを派遣したサラもまた上がいますし、その船戸エレナにこう圧をかけていた道元ですらもやっぱりこの仕組みの中にいた一人の人物でしかありません。そして企業は我々この顧客のニーズに応えるためにいろいろと効率化してスローガンを掲げてきた。この自動化の流れを生み出している一つのこの原動力というか
意志みたいなものは人の欲求がやっぱり根源にあるわけです。我々も全くこう無関係ではない。パンフレットの中には皆同じ列車の一部だというふうにも乃木さんはおっしゃられております。思い返してみると映画の冒頭というのは彼女が電車で運ばれて目覚めるところから始まり、最終的にはその顧客が本当に欲しかったものを直接届けて眠りにつくところで終わります。これは人は横たわる映画というふうにも語られておりました。人生をこの自動化する社会、生まれてから死ぬまである意味一つのこのベルトコンベアに乗せられて我々の運命は決められているようにも感じます。問題が起きた時に一旦止める力を生み出すものは何なんでしょうか。映画の冒頭のタイトルをですね出す時にラストとマイル、この間の空間が演出されていたと思います。この映画はたびたび人と人の間だったりとか、この間の距離っていうのは演出されております。それをつなげる人間の意志というものが大きく変わってくるのかもしれません。この歪みを放置すれば放置するほどそれが今度はつながって巡り巡って社会への爆弾に変化していくのかもしれません。そうなってくるとこの筧真理子の覚悟に対して非常にこう複雑な感情というか、彼女も被害者のように感じるかもしれません。この出来事というのはこの社会に起きた罪というかスルーしてきた、それによって発生した仕方のないことなのかとも思うかもしれませんが、この社会の歪み、その亡くなってしまった山崎タスクの無念さがですねこう連鎖して無差別な報復につながった悲しい事件かもしれませんが、その喪失を晴らしたい気持ちっていうのは結局は何の罪もない母子家庭で懸命に育てているお母さんたちのその人の幸せ破壊する行為につながっています。結局は新たな罪が生まれるだけだと思います。船戸エレナは今後やめてどうするのか、そしてその鍵を渡されたコウはこれからどうやって生きていくのか、社会のインフラ、この人間の体で考えるともう血流の一部であるこの人々の欲望、映画の最後はこの夜景が映し出され What do you want? この物語を通してあなたは一体何を求めますか、そういうふうに機械によって問いかけられているようにも感じ取れますなんてね、ということでですね、なんか結構真面目なシリアス感にもなったんですが、でもこういろいろ言っても僕はこうクズミの声が聞こえてくるんですよ。どうせお前らはあと数年もしたら元通りに戻るんや、何も変わらんのやろと、嫌いぶってる人間全部吹き飛んでしまえばいいと、そんな声が聞こえてくるんですが、まあ我々にできることっていうのはですね、実際その大きなことを変えることは正直私そんなにですね成人ではありませんので、難しいと思います。社会的な問題っていうのは大体こう対策みたいなものを提言されてるんで、国土交通省とかはですねホームページにこう掲げてたりするんですけれども、やっぱりこう時間指定をちゃんと活用してゆとりある日時指定でちゃんとこう1回で受け取ったりとやっぱりできるだけこの再配達への負担を減らしてほしいらしいです。そしてこう各事業者が提供しているコミュニケーションのツール、そこからこう時間指定とか受け取り場所を決められたりもしますし、コンビニでいろんなねこう多様な受け取り方法を利用して、でこういうドライバーさんの負担を減らしてほしいという要望がホームページに記載してあります。個人的にはコンビニの受け取り、調べればもういろんなところで受け取れるようになってますし、あとはこういう置き配シールとかもですね売られてるので、あ置き配でよかったのにっていうパターンもねあったりするので、玄関にねこれマグネット式で貼ればですね再配達の負担を減らすこともできるかなと。あとはやっぱりこうありがたいというか感謝の気持ちですよね。今回配送業者を演じていたお父さんのね日野翔平さんの役とか、タバコを吸いながらもねああいう荷物に匂いが移らないようにしてるというか、結構職人気質な人もこの仕組みの末端でこう疲弊していると考えると、何かこう変えなきゃいけないなとも伝わってくると思います。まとめに入っていきましょう。まあ、改めてねこうドラマを見返して思いましたけれども、この2つとも面白いですし、前回の動画概要欄にリンク貼っておきますが、コメント欄でもね結構根強いファンがいるなということが伝わってきたと思います。そして今回出てきた船戸エレナが個人的にめちゃくちゃね可愛らしくて好きなキャラクターだったので、また見たいなと。海外キャリアでね頭もいいので、こう美琴のお母さんとねこう協力して弁護士ドラマを見たいななんていうふうにも思いました。エンターテインメントとこうメッセージ性を両立させて、日本のこの現在の社会的な問題だったりとか、その日本製品の魅力みたいなものもね最後輝いていたと思います。社会の流れに乗るのか、自らの意思でその流れから飛び出していくのか、映画やドラマの物語に乗せてこれからもメッセージをぜひとも届けていってほしいなと、この制作時には思いました。はい、どうも最後までご視聴ありがとうございました。結構ね他にも多分いろんな小ネタとかいろんなこう受け取り方あると思いますので、ぜひともね皆さんのコメントお待ちしております。あとはチャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。